ただいま。前髪伸びたな。そろそろ酔っ払っていける時期が来たな。よし、本日は小江戸ブルワリーの祭。おしゃれだね、小江戸さん。本当におしゃれ、作るものが。ペルエルプッシュ、久しぶりだね。ましょうか。では、お疲れ様でした。乾杯。すごい。すんごいホップの香りが後から来る。びっくりした。本当に菜って彩りって書くのがよくわかる。このイメージの、このイメージの通りの、なんだろう、パンって口の中で広がる、きらびやか。飲み口軽いのにすっごいなんか香りがブワーって口の中で花開いて、びっくりした。まさに踊りだった。あー、素晴らしい。そんな時にとんかつ食べちゃう。本当に幸せで、なんかすごいありがたいことにね、この YouTube を見て面白いなと思って番組に呼んでくださるパターンが本当に増えてる気がする。番組に呼んでいただいたり、コラムを書いてみたり、インタビューされてみたりみたいなのが多い気がする。今日はコメント返ししちゃおう。本当にゆるくていい。タイトルセンスもナイス。ありがとうございます。大島さんと限界目でバラにはリズム感があるから、皆さんや昼下がりのディエル的な感じもこれでもかっこよくて絶対いいと思います。へー、朝私の声聞きたい？どうなんだろう。自分が朝に仕事をしてるイメージが全く自分で湧かないからよくないね、そういうこと言っちゃう。昨日ワールドカップ見ちゃった。見ちゃったっておかしいか。ちょうどだってね、夜家で晩酌する時間にさ、試合やるから見ないわけないよね。ドイツ戦ね。大島ゆかりのオールナイトニッポンがあったりして、安藤さんの真っ昼間の車の番組にあえてバイクの話を出演した時も楽しかった。好きなもの喋る時って楽しいよね。塩だけでも立派なつまみになるし、美味しいですよね、キャベツ。なるほど。
テーマもなく誰が語っていく、そのゆかりさんがやっぱり一番大好きです。ありがとうございます。やっぱね、昔から見てるコアな、コアめな島民はこの何の趣旨もないグダグダの身を一番喜んでくれるんですよね。胃もたれは仕事にもこのチャンネルにも大敵です。キャベツは味噌漬けの千切りにボールのものでもう満体。あ、そう、ほんとボールでさすがに食べてるのはさすがに、さすがじゃないかな。まあいっか。ラジオで姉妹的なタイトルで大島ゆかりと乾杯を聞きたい。ゆかりさんのラジオ番組期待しちゃうな。録音でもいいから深夜で、静寂と良いというゆかりさんの声があったら楽しい深夜になる。いいね、こういうこと言ってもらえると本当に嬉しいね。胃が悪かった話しながらとんかつ食べてビール飲んでるからね。スナックゆかりの配信また見たいです。ありがとうございます。休館日取ってますか？最近ちょっとずつ取ってる気がする。気のせいかな。頭にキャベツついてる？た？千切りキャベツはいろんなとこにつきがちだよね。なんでそんなとこ飛んでんだろうみたい。ビールのさっぱり感と炭酸は内臓元気にしませんが気持ちは 100% 同意です。そして自分もキャベツは全て浄化してくれると信じてます。乾杯。はあ、キャベツ美味しいですね。私がよくあるのは5ミリ幅に切ったキャベツをオリーブオイルで軽く炒め、そこにお酢と塩だけで味付ける。すごい美味しそう。なるほどね。なんかいいね、ワインとかにも合いそう。やばい、もう一本飲む。なんか絶対ペース速くなった気がするのかだけど、そんなことないかな。ラジオかと目がキラキラしてとんでも大好き大好きだ幸せですよね。私も小5ぐらいから地元のラジオを聞いてるのに共感しかないです。学校終わってラジコで追っかけてメッセージ読んでもらえてるかドキドキしながら聞くのだ。なるほどね。そっか、今ラジコがあるからね。あー、録画しとけば、録音しとけばよかったとかならないね。大島さんのこの YouTube チャンネルなんかはすごくラジオの雰囲気に近いと思うな。へー、ありがたい。てる人との距離感の近さがラジオのまんま。ビートたけしさんのオールナイトニッポン金差世代で今ナックファイブ。ゴゴモンズ、ゴゴモンズさんは写真集出した時に出させてもらったな。ファンキーフライデーよく聞いてます。最近ね、キャサビール飲んでるかが生き生きしてる感じます。大島さんのラジオ番組聞いてみたいな。なんだか投稿読めた方が感動しますよね。チューニング、アナログチューニングのラジオいいですよね。今アナログチューニングの棒、棒的ラジオをお風呂場に置いています。丸生懐かしい。フジテレビのね CS の番組で丸生っていうのがあったんですよ。2時間だか3時間だか生放送で、ほぼ CM もなんかアナウンサー2人、男女2人でペアになってなんかねやる番組、懐かしい。あれ超楽しかったな。し丸生大好きだった。あー懐かしい。なんかたまたま土曜日だか日曜日だかの生放送なんですよ。でなんかその日に会社にフラッと行って仕事と仕事の間で挨拶すると丸生のスタジオを覗いて途中で乱入したりとか。超懐かしい。丸生もうやってないね、丸生って。うちの皆さんのサイン入りマグカップとか黄色いおむすび型のお弁当箱、懐かしい。ステーショナリーセットとかネイルキャセットがクアガーとか今年の曲解とフリップまで当たりました。
福永さんとやったっけ私。へー懐かしい。大島さんも同期で飲んでボトルが何本も転がっているなんて話してましたよ。今度中村美沙だから酒の魚に干物送ってもらえばいいのでは。YouTube ゲストで笠井さんとかいいじゃないですか。笠井さん、なるほど。笠井さん、笠井さんは本当に、いやーすごいですね。聞きたいことはいっぱいあるな、笠井さん。笠井さん、よかったら出てください。ラジオ好きな方多いね。うん、なんかあんまり大きな声では言わないけど、気づいたらラジオがすごく青春の思い出に身に染みてて、なんかエモいって人多いんだろうな。一部をはじめこちらテレビ、ラジオに雑誌にお仕事が増加されていて、とみとしてほしい限りです。おー、ありがとうございます。一人より昔リスナーが送ったファックスが番組で読んでもらえることが、今の YouTube でコメント返しでいっぱいさん読まれ、チャンネルで YouTube になることで相当するし、なるほどね。そうだよね。リビングの背景が隠して とても素敵になりましたが、それをディスるわけでは全くないので、一回でご容赦ください。はい。猫2匹アップで見たくて、初期動画11杯目を改め再生。ああ、そう、その時が初キャットタワー背景のみ。最初から最後のスピードのコメント返し。助けてビールの神様、その頃か。ああ、そうね。あの、蓋のでかい朝日のやつ飲んだ時か。一年以上走り続けることの一貫性を改めて感じました。それは、グズですかね、以前カラオケとかと言っていました。ああ、そうそうそう。カラオケバトル。またこの話は。チャンネルでコメント返ししていただくと、感激まさにこれって感じですね。なるほど、みんなね。ああ、自分がつけたコメントが囲み文字で載ってコメント返されたら感激です。気まぐれにつけてくれるハートマーク嬉しいです。最近は一世一の言葉ありがとうございます。こういう時の編集のキャッチボールが広いと嬉しいです。いいですよ。そうそうそう。これらのなんかコメントが囲み白の気持ちで並びながら、一回さんが笑い転げて横で面白い。まさに見てるよ、全部見てるよ、全部見てるよ。みんないろんな提案とか思い出とか語ってくださってて本当に面白いよ。さすが島民だよ。飲み終わっちゃったよ。どうしよう。こうやって見ると私髪伸びたな。はあ、眠。塗装剥がしてこよう。唐突だけど。塗装剥がしてきます。塗装剥がしてきます。よいしょ。2杯目何なのかな。腰痛。